いつもご視聴いただきましてありがとうございます。プロの佐々木塾でございます。はい、皆さんも本日はですね永久保存版でございます。最近リクエストで多いのがアンカーの料理動画が見たいですと、ということでですね大変お待たせしましたということで本日は厳選いたしました。まず1つ目味が美味しいこと、そして2番目誰でも簡単にできるレシピでございます。3番目お酒に合うでございます。簡単にね今日の内容を説明しますと、アンカーで大人気のピザですね、ピザを3種類やります。それからですねワインにぴったりのおつまみを作りまして、今が旬のナスを使った揚げ浸しですね。このねナスの揚げ浸しなんていうのはですねこれを食べるためだけにね来るお客様もいらっしゃいます。4名様1グループで来て4つ頼む方とかもいらっしゃいます。この揚げ浸しのレシピはですね実家のレシピなんですけど本当に美味しいのでねぜひお家でもお試しください。あとアンカーはですね元漁師が経営するお店ということで、まあ僕は元漁師なんですけども、お魚料理もたくさんあります。刺身の盛り合わせの盛り付け方とかそういうのもやっております。あとねこれ絶対やってほしいんですけど、スーパーとかのねお刺身の切り身とかですぐ作れる海鮮ユッケですね。これ本当絶品ですのでぜひお家でも試してみてください。最後はですね美味しいおつまみがあるとですねどんどんお酒が進んでしまいます、ね、めちゃくちゃ美味しい締めのご飯もですねちゃんとレシピご用意しております。多少ですね家庭用に簡単にはしておりますけども、ほぼほぼですねうちのレシピとは変わりがないのでぜひやってみてください。ピザ生地はですねもちろん手作りで毎朝こねてますし、今回動画で登場する醤油みりん酒っていうのはこれはもう最高級のものを使っております。いたらもう料亭とかで使うような地元のですね本当にもう一から作った醤油とかを作ってますので、もしかしたらですねレシピ通り作ってもお醤油とかがですねスーパーで売ってるようなやつだと味はね再現できにくいかもしれませんけども、まあ、それでもですね十分で美味しくできていると思いますのでぜひねご覧くださいませ。ではどうぞ。ピザの美味しい作り方ですね。はい、こちら、明太子がございますので、明太子とマヨネーズを1対1ですね。まあ、50g、50g とかで、よく混ぜた合わせたものを、こちら、ピザ生地の方に塗っていきます。はい、で、塗りましたらですね、こちらのオニオンスライスを乗せていただいて、砂糖のね、切り餅とかああいうのでいいので、こうやって、細く切った餅をですね、こうやって並べていただきます。はい、そしたらね、上からナチュラルチーズとかね、シュレットチーズとかいろいろ乗せていただいて、チーズではね、2種類混ざると美味しいです。のでですね、もう1種類ね、粉チーズとか、の上から振りかけていただくと、またね、味に深みが出ますので、ぜひやってみてください。はい。じゃあね、2枚目いきましょう。2枚目、今度はですね、トマトソースですね。こちらね、自家製のトマトソースなんですけども、こちらをですね、塗っていただきましたですね。はい。そうしましたら、こちら、アンチョビのペーストですね。はい。これでね、大きなスーパー行けば売ってますので、ね、こちらを塗っていただいて、全体的に広げます。そうしましたらですね、こちら、大葉ですね。こちらをですね、細かく切っていただきまして、上に乗せていくわけですね。はい。そうしましたらですね、こちらにトマトをですね、大体ね、半玉分ぐらいでいいですね。こちらをスライスしていただいて、上に乗せていただきますと。はい。こんな感じで放射線状にまんべんなく乗せてください。そしたらですね、またね、お決まりのシュレットチーズとかですね、粉チーズとか、いろんなチーズをね、入れてもいいと思います。じゃあもう一つですね、こちら焼き鳥ソースとプルコギソース2種類。こちらね、ブレンドしまして、はい。で、オニオンスライスを置きましたらば、そうしましたね、鶏もも肉を細かく切ってですね、こういった感じでまた全体に並べていきます。はい。なんで、照り焼きピザって感じですね。これほんとね、手軽にできて美味しいです。またチーズと粉チーズを振れば OK。はい、じゃあ次はですね、これね、ワインにめちゃくちゃ合います。これね、びっくりするぐらい美味しいので、ぜひ作ってみてください。まずトマトをね、1個分、こういった感じで、ココット皿っていうのね、ニトリとかに売ってますので、こちらに、どんどんどんとスライスを並べていきますね。はい。そうしましたらね、こちらの粗挽きのブラックペッパーを上からゴリ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 とやっていただきましてですね。はい。で、できましたらですね、このクリームチーズですね。こちら、クリームチーズをスライスしていただいて上から乗せる感じですね。結構ね、ごつめに切ってもらってもね、美味しいと思います。チーズ好きな人はね、ごつく切って、こうやってどんどんと乗せて、トマトをね、覆いかぶせるようにしてください。そしたらね、オリーブオイルを全体にかけていただいて、塩コショウですね。こちらで焼いていきます。はい、じゃあこれからの季節ね、必ずやってほしいですね。こちら、水をまず4カップですね。そうしましたら、醤油が大さじ3。はい、で、みりん、こちらが大さじ2でございます。はい、そうしましたら、だしの素を小さじ3。そして、沸騰させますね。で、沸騰してる間にですね、ナスを乱切りにしていきます。もうね、好きなサイズにバシバシっと切っていただければ OK ですね。ナス切るときって気持ちいいですよね。はい。で、こんな感じでですね、だいたい2、3本ぐらい切ってもらえればいいかなと思います。はい、でですね、油で、こちらのナスを揚げていきます。ね、この揚げ加減なんですけども、まあね、軽く火が通れば OK かなと思うんですけども、まあこんな感じでちょっとね、きつね色ぐらいになれば OK かなと思います。はい。でしたら、出来上がった出汁をですね、タッパに入れていただいて、その上に揚がったばっかのナスを入れて、漬け込むと。これね、6時間ぐらい置くとですね、めちゃくちゃ美味しくなります。冷蔵庫で保管ください。盛り付けの時はですね、こうやって乗せていただいてですね、味の決め手はですね、こちらね、大葉ですね。大葉をね、薄く切っていただきまして、はい、こんな感じですね。で、パラパラと乗せていただいて、最後にごまをね、振っていただければね、これほんと美味しいですね。はい、じゃあ次ね、穴子ですね。当店名物の穴子の刺身ですね。これね、だいぶグロいのでちょっとカットしますけども、こんなね、綺麗な白身なんですね。はい。で、今度ね、刺身盛り用にマダイを
さばいていきます。三枚おろしですね。はい、どんなもんじゃいといったところでございますね。はい、こんな感じです。ぐっと、はい、でですね、こちらですね、柵取りをしていきまして、はい、こちらね、刺身のセットしていきます。妻を置いて、大葉を置いて、レモンと貝割れね、はい、で皮を引いていきますね。はい、皮を引いたらこうやって1枚ずつ丁寧に繊維に沿って切っていきますね。はい、で最後に氷を入れて、マダイのお刺身でございます。はい、じゃあ次はですね、お刺身の盛り合わせを作っていきましょう。はい、こういった感じでね、マダイをまず切っていただいて、真ん中はこれカンパチのお刺身ですね。はい、で奥が先ほどにさばきましたアナゴですね。いや、これもね、ほんとね、美味しいですね。これはね、ぜひ皆様来た時はご注文くださいませ。はい、じゃあ今度はですね、カルパッチョですね、アンカー特製カルパッチョですね。はい、綺麗に見せるためにはやっぱこうやってね、上の方にこう高さを出して盛り付けるというのはサラダ大事ですね。はい、で上からね、ふんだんにマダイ、カンパチ、キングサーモンと、そしてソースを振りまして、貝割れでね、彩りを添えます。はい、じゃあ次はですね、馬刺しでございますね。なんと、じゃあ馬刺しもありますね。馬刺しとかやっぱ肉系はね、こういったですね、器もですね、お皿よりもこうやって木の方がですね、映えますので、ぜひですね、やってみてください。はい、でこんな感じで綺麗に並べて馬刺しを盛り付けていきます。最後にね、ごまと特製ダレとニンニクでいただきますね。お餅です。さあ、そしてですね、これね、ぜひやってほしいです。こうやってですね、お刺身をですね、こうやって皮を引いていただいて、形をね、ブロック状にします。まあ、もしですね、めんどくさかったら、もうお刺身になってるやつをね、スーパーで買ってもらって、こうやってブロック状にしていただければいいかなと思います。はい、でまず卵黄を入れましてですね、はい、こちらですね、お刺身をドカッと入れましたら、ニンニクおろしをね、入れます。はい、で入れましたら、これ、ね、こちらね、特製のタレなんですけど、これね、馬刺しのタレとかね、甘辛いタレでしたら OK です。そしてね、ごま油を大室に足しまして、弱く混ぜます。これね、ほんとお酒進みますね。で、こちらね、乗せていただいて、ビジュアル的にですね、真ん中にくぼみを乗せましたら、そちらに、こちらのね、卵黄をもう一個、追い卵黄を入れて、ね、ネギとごまで、貝割れとかをね、やっていただきましたら、完成でございます。はい、ではね、次は丼を作っていきましょう。こうやってね、余ったお刺身を並べていただきまして、タレをね、かけます。こちらね、醤油とみりんと酒が1対1対1ですね。バーナーでね、表面だけ炙ります。はい、こうやってね、炙るとですね、ほんとこれね、ご飯に合います。香ばしくてですね、ジューシーです。こうやってね、ご飯にそのまま乗せていただいて、タレもね、上から乗せていただければ、醤油もいりませんのでね、ここから、わさびつけて、海苔とごまとネギです。はい、ということでね、魚屋さんから届きましたので、こちらまず開けていきましょう。まずですね、こちら綺麗なカンパチですね。これは美味しいですよ。そして、今日の主役のマダイでございます。見て、こうブリブリですね。先ほど締めたばっかでございます。はい、で、こうやってね、頭を落としていくんですけども、結構難しかったりするのでですね、もしあれでしたらね、スーパーとかで、もうあの頭がですね、もう落としてて、割ってくれた状態のものを売ってたりとかしますので、そちらをね、ゲットしていただければと思います。本当ね、200円とかで売ってますので、まあ、やっぱね、洗ってのはどうしても余ってしまうんですよね。で、スーパーももう捨てるぐらいだったら200円でね、売れた方がいいですので、こうやって売っておりますね。はい。でも本当、頭はね、栄養もね、旨味も全部詰まってますからね、ぜひね、買っていただきたいなと思います。はい。では、こちらね、立ててですね、このね、口の先っちょのところですね、真っ二つに割れるくぼみみたいなのがありますので、そちらにね、包丁入れて、こうやって叩いて、こうやって割っていきます。はい。で、最後にこちらを真ん中でドンと割っていきます。はい。綺麗に割れました。はい。ではね、こちらをですね、キッチンの方に早速持っていきたいと思います。はい。はい。まず土鍋を用意していただいて、水を3カップですね。はい。はい。ではですね、塩を少々、出汁の素を小さじで3。そして、料理酒ですね。こちらを大さじ2。そして、お醤油ですね。こちらを大さじ3と入れていきまして、出汁は完成です。そしてですね、米をザルにあげて洗います。そして、水気をね、しっかりと取ります。はい。で、沸騰させた鍋にですね、こちらに、先ほどの鯛の頭をぶち込みます。はい。はい。でですね、こちら、あげていただいてですね、ちょっとね、熱を取ります。で、この時ですね、水でね、洗いがちなんですけども、水で洗うとですね、身が縮む困ってしまいますので、常温でですね、置いておいてください。そして、熱が冷めましたら、こうやって手で取るようにしてください。必ずね、冷たいのは入れないでください。はい。そうしましたらね、焼き台の方で焼いていきます。大体ね、焼き加減はですね、裏が7の表が3ですね。なんですけど、まあ、普通にですね、家庭用の魚焼きグリルで焼いていただいたら結構でございます。はい。これぐらいの色味になりましたら OK でございます。はい、そうしましたらですね、水気を切った米を鍋に入れていただいて、こういった感じで焼けた鯛の頭を入れていきます。そして鍋に蓋しまして、そしてまず強火ですね。強火にしてですね、こっち煙が出ましたら弱火にしまして、そこからね、15分でございます。はい、そしたらね、こうやって綺麗にできました。いやー、めちゃくちゃ美味しそうですね。もうね、香りがたまらないですね。はい、じゃあまずですね、アラだけ取っていただいてですね、そうしましたら、はい、これね、はい、まず混ぜていただいて、全体的にね、馴染ませてください。
そうしましたらね、蓋をしていただいて蒸らしていただきます。はい、じゃあここからちょっと大変なんですけどね、ここから焼けたアラからですね、身を取り出しますね。で、細かい骨とかがたくさんあるので、それをね、注意しながらこうやってちょっとずつちょっとずつ外していきます。こんだけね、あってもね、取れる量はわずかでございます。はい。で、2回ぐらいチェックしてですね、1回取ったらまたそこから細かくまた骨を取っていきます。そしたらですね、できましたら、先ほどのお米の中に入れまして、これを混ぜたら OK ですね。はい。ということで、皆様見ていただきました。さあ、どうでしょうか。いや、思ったよりもね、簡単だったなと思われたんじゃないでしょうか。というよりですね、おいおい、塾長待てよと。おい、バーじゃなくて居酒屋じゃねえかと思ったかもしれないですけども、もうアンカーはですね、もうバーでもあり、居酒屋でもあり、いろんな局面を持ってますので、まあちょっとね、ご勘弁くださいますよといったところでございます。さあ、じゃあですね、ちょっともしかしたら皆さん気になったかもしれませんので、ちょっとね、今日のレシピの中から抜粋して味見をしてみたいと思います。この海鮮ユッケと、トマトとクリームチーズのオーブン焼き、これ結構気になった方いるかもと思いますので、ちょっとね実食してみましょう。じゃあですね、こちらのユッケなんですけどね、やっぱ一番合うのはですね、いやーもうこれでしょう、日本酒。そしてですね、視聴者様のバルト三国さんからいただきましたデバザクラの純米大吟醸。いやこれはたまんないでしょう。なぜかですね、山形の視聴者の方がすごく多くてです、たくさんプレゼントをね皆様いただけるということで、山形に本当一回行かないとなと思いますね。いつもありがとうございます。いやもうね、このユッケにね純米大吟醸なんですっていうのはこれね、いただきたいと思います。ニンニクとごま油がやっぱね相性が、バルトさんいただきます。おーうまい、さすが山形ですね。いやこれすごいな、めちゃくちゃ美味しいです。これちょっと幸せとしか言いようがないですね。はい、バルトさんごちそうさまでした。家帰ってゆっくり楽しみます。さあではですね、こちらトマトとクリームチーズのオーブン焼きですね、あったかいうちに食べていきましょう。白ワインだけだとちょっと味気なくて、ちょっと今日ね喉が僕乾いてますんで、ジンジャーエールで割ってね、オペレーターで飲んでいきたいと思います。ワインカクテルのリクエストもたくさんあるので、またねやってみたいなとは思うんですけど、まあ僕はやっぱこのシンプルなオペレーターとかが好きですね。あー美味しい、爽快感がいいですねやっぱり。うん、美味しい。一回ワイン会っていうのをお店でやったことがあるんですけど、マバリにですねボヌールブッソールというフレンチのレストランがあるんですけども、そちらのねシェフの方に僕すごい可愛がっていただいてまして、ちょっとね相談した時にこちらのレシピを教えていただきました。でワイン会で出したらめちゃくちゃ好評で、よくお客様から褒められたのを覚えてます。今治にお越しの際はですね、昼はですねボヌールさんのねランチを食べていただければいいかなと思います。本当にね美味しいですので、はい、ということでですね、他にもいろんなレシピありますので、もっとねここ詳しく知りたいとかねございましたら、どんどんねコメント欄の方にお書きくださいませ。はい、ということで本日もご清聴いただきましてありがとうございました。プロのお酒塾はですね、毎週火木土曜日週3回夕方6時から配信しておりますので、あー面白かったなとかためになったなって方はですね、ぜひチャンネル登録のボタンの方をお願いいたします。またですね、こんなカクテル作ってほしいとか、こんなこと知りたいっていうのがございましたら、ぜひですねコメント欄の方にご記入の方をお願いいたします。からもですね、皆様の宅飲みレベルの向上とか、バーの楽しみ方とか裏側とかですね、いろいろ発信していきますので、ぜひです今後ともよろしくお願いいたします。ではですね、またお会いいたしましょう。さようなら。